ついたて、元はねこんな感じなんですけど、うちの母がちょうど新州の、あの東の方の先生の子供ね、入江先生、入江健明先生の字を貼ってたんですけど、それもビリビリにやられて、ここも泣けられて下、最近生まれたばっかりの、これはこっちを攻撃、1個目の世代はこっちを攻撃、これはまた作り別のことに使いますけど、買ってみて、そのね、例のその小道具屋さんから、あのネット小道具か、フル道具か、フル道具、まあ、もちろんこれが一番最初に目当てやってるんですけどね、ガラスがあったら、もうもっと掃除やったかな、これ、まあ、ぴったりのサイズなんですけど、窓の方にね、でこれは部屋から溶けるかどうしようか考えながら、ね、で本来その昭和の、ね、素敵な窓は、ね、ついてるんですけども、このこれ素敵でしょ、昭和の、わかるかな、ね、うちの実家もこんな窓あったかな、懐かしいよね、昭和生まれの人ね、すっごい懐かしいモダンな、こういうの60年代のデザインなのかな、素敵っちでしょ、でもこっちのが日本人にとってもっと素敵っちでしょ、これを、まあ、これはだからもうサッシがね、近代的サッシになってるから、これは古道具だから近代的なサッシには入らへんから、自分でやるのも面白いかなと思いながら、忙しいよ、このままで、そのうちにまあ、ズランドルポール